アダン・シャル、フォンベル、ヨハン・アダム・シャール・フォンベルは、ドイツのイエズス・会士、シ。民末新書の中国で、宣教活動を行い、また科学者として活躍した。日本の歴史教科書では、アダム・シャールと表記され、かつては、西洋でも、シャルと書かれることも多かった。しかし、シャルのドイツ語での発音は、シャルが近い。中国名は、ユジャクボー。 1592年、神聖ローマ帝国のケルンで生まれ、1611年に、ローマのイエズス会に入会した。1618年、ヨーロッパを訪問して、民に帰国する、ニコラトリゴーに率いられ、ヨハンシュレックや、ジャコモローラと共に、リスボンを出発し、1619年に、マカオに到着した。しかし、当時は、チンによるキリスト教拝撃の最中であり、 しばらくマカオから出ることができなかった。天啓ミカドが即位して、キリスト教廃劇が終わった後、女皇帝の招きに応じて1623年に、北京に赴いた。月食を予測し見事に的中したことから名声を、博した。1627年には、西安に行って、不況に従事した。数帝帝の時代には、女皇帝の神言でシュレックラが、 改歴の作業を行っていたが、1630年に、シュレックは没してしまった。アダム・シャールは、後継者として、北京の近天間で改歴に従事した。アダム・シャールは、他の宣教師や中国人学者と協力して、西洋天文学書を翻訳した。女光系と、李隆行シは1631年から1634年まで、かけて、その修正を、 スーテ歴書として宮廷に提出した。その傍らで望遠鏡や大砲なども製造した。1644年、民が滅び、清が中国を支配するようになったが、彼は北京に留まり、そのまま清朝に仕えることを認められた。アダムシャールは、スーテ歴書の略本である西洋新報歴書を翌年提出し、時の履歴として施行された。アダムシャールは、 順次帝によって近天間観制に認じられた。現代を除けば中国で正式な管理となった初の西洋人であった。しかし、これが帰って伝統的な天文学者や現代以来のイスラム天文学者の嫉妬を買った。1650年、アダムシャールは北京の教会の改築を行った。1661年に順次帝が崩御した後、覚えによる。 摂政時代の1665年に、陽光先による告発によって、アダム・シャールや、彼を補佐していたフェルディナント・フェルビーストラを含む8人が、収監された。一旦は、死刑宣告を受けたが、ふと死交待号の取りなしで、過労じて釈放され、翌年、北京で隠しした。陽光先によるキリスト教廃劇はその後も覚えが、 失脚する1669年まで続き、その間は時権歴は廃止されていた。覚えの死後、時の履歴は復活し、清王朝が滅亡して、中華民国が成立するまで使用された。なお、今でも、春節の日は、時の履歴をもとに決定されるなど、シャールの成果は一部で利用が続いている。ありがとうございます。